それではただいまよりロベルト・オスナ投手並びにウィリアンス・アスディオ選手の入団会見を始めさせていただきますロベルト・オスナ選手、投手背番号は54並びにウィリアンス・アスディオ選手背番号は4となりますまず最初に今回の入団経に関しまして三笠取締理事務よりご出演させていただきます <laughs> あの皆さんお集めいただきありがとうございます、えー、今日無事ですね、えー、オスナ投手とアストゥディオ選手の,あのこうやって会見を開けること、大変、えー、球団として、えー、嬉しく思っております、あのお二人の、ねえー、獲得経限について、えー、ご説明、簡単にご説明させていただきますと、えー、オスナ投手に関しては、まあ、あの皆さんね、もうご存知の通り、本当にあの実績のある抑えのピッチャーで、であの昨年もね、 我々やっぱり、あのー、マリンズで大田投手に出てくるとです、ねあのー、大変、えー、苦労させられたと、まあ、あのいうようなあのところもあってです、ね、あのぜひ、えー、ホークスで、ね、あのプレーをするというチャンスがあるのであれば我々もあの来てほしいなと思っていたところでありました、まああのー、他の,あの会見でも申し上げておりますがあのもちろんこう守護神としてです、ね、活躍をしてくれると。 いうようなこととともに、抑、あ、え、のー、をしっかり、あのー、全うしてくれることによって、あのー、他のピッチャーはね、あのー、他のポジションで先発に回ったりだとか、まあ、いうようなあのことであの、投手陣全体のレベルアップにあの相乗効果があるというふうにあの考えておりますので、まあ、あの本当、頑張ってもらいたいなと思っております。えっと、続きましてて、えー、アストディオ選手にについてはです、ねまああのー、本当に 我々も、まあ、長年、まあ、デスパイネ選手グラシアル選手とチームを支えて、えー、くれた選手に代わって入っていただくというようなことになるんですけども、まあ、あの映像を、ね、見ていただいた方はご存知だと思います本当にあの元気あふれるプレーであのバッティングはもとよりです、ねえー、守備も走塁もハスルしてやってくれるというようなところがあの持ち味の選手かなと思っています。 まああのー、バッティングを期待してますし、まあ、あとはあのー、複数のポジションを、ねあのー、カバーをしてくれるというようなあのところですので、あのーまあ、従来、パ・リーグでは DH というポジションですね DH 固定というよりかは、まああのー、長いシーズンですね、えーとーまあ、フィールドポジションと併用して、えー、いろんな選手で回っていくみたいな、あのー、ことで,です、ね、チームのパフォーマンスを最大ができればと。 いうふうに思ってますが、まああのそういう形で、えー、アスディオ選手のまああの攻撃力だけではなくて、えー、そういう複数ポジションできると、まあようなところもあの魅力として、えー、考えておりますので、あのそういう意味で、えー、攻撃力のおより一層のお増強ということで、攻撃あの貢献をしてくれるんじゃないかなというふうに思っております。私の方からは説明は以上です。 はい、えー、続きまして、代表質問の形で進行させていただきます。えー、代表質問を K. B. C. 九州朝日放送和田ウンさん。よろしくお願いします。それでは、代表で質問させていただきます。K. B. C. の和田と言います。よろしくお願いします。まずは、お二人に同じ質問をさせていただきたいと思います。お砂選手からお答えいただければと思うんですけれども。このソフトバンクホークスの印象というのは、どうでしょうか。ええー、メインプレス、オンプレス、ギブエス、セイクスのギブオーナー、オール。セイキ。

自分の長所はバッティング、守備はもちろんなんですけども、も、まあ、強いこう投手を持った、えー、勝利に対して乾い,、ね、いているというか、どんどん前に行けるっていうのが自分の強さだと思いますし、まあ、そこが一番アピールしていきたいところだと思います。 自分はですねもちろん投球ということはもちろんなんですけども、そのライバル、相手に対して向かっていく強い投球、そこを見てほしいです、でまた、クラブハウスとか、自分たちのチームメイトにも、試合に向かっていく姿勢というか、鼓舞していけるというのも自分の強さだと思っていますありがとうございます。 オスナ選手へ質問なんですけれども、まあ、去年途中からマリーンズに加入して、素晴らしい成績を残されたと思うんですが、1年間、この日本という球界、日本球界で戦ってみて、日本の野球のイメージというのはどうでしょうかフ

dar los mejores resultados posibles. Ese es mi meta aquí en, en este equipo, hacer mi trabajo y principalmente quedar campeón. Creo que desde que empezaron las negociaciones hacían mucho referente a quedar campeón, quedar campeón, quedar campeón, entonces es algo que tengo muy claro. Eh 優勝しないといけない、優勝したいということは、まあ、その契約を始めた段階からも話があったので、まあ、すごく高いモチベーションになっています。まあやはり去年、マリーンズで優勝できなかったというところで、その優勝への思いというのも強いですかまあ どこのチームにいてもそうなんですけど、まあ、自分のモチベ、まあ、えとメンタリティとしては、絶対にこう勝ちたい、優勝したいというのはあります。で去年も、えー、その同じ気持ちで行きましたし、まあ、それが点差がどうこうとか関係なくて、えー、そのシチュエーションが来たら、自分がしっかり抑えにいくというのは変わらないと思いますもうすでに藤本監督からも、クローザーというふうに指名が。 Bueno, es muy importante, sobre todo por el esfuerzo que sé que hacen mis compañeros por nueve entradas de poder darme la ventaja y que confíen en mí para obviamente hacer mi trabajo, me motiva mucho. Eh, también, sinceramente, es un honor poder llegar a ser el cerrador de un equipo tan importante como lo es este. <music> すごく高いモチベーションではいますし、やっぱり9回まで自分たちの仲間が試合をつないでくれていって、そこへ投球するというのはすごく大きな意味を持ちますし、そこに対しても自分も努力していきたい,い,い,きたいですし、勝利に貢献したいという気持ちですありがとうございます。続いてアストリディー選手にも伺いしたいんですけれども、まずこの日本の野球のイメージというのは何かお持ちですか インプレッションすごく高いレベルの野球をするなという印象もありますしまあ選手間でもやっぱりこう優勝したいとかチャンピオンになりたいというモチベーションを持っている選手が多いんじゃないかなと思いますまあその中で打撃も売りで、そしてまあ走攻守というところで期待がかかると思うんですけれども。 venga está ahora con no mira yo pienso que, que el día a día no el día a día de, de, de los juegos de las prácticas ahí se va demostrando lo, lo, lo que sabemos hacer y mira como te lo dije pues vine, vine a, a, a dar lo mejor de mí esta temporada aquí con este equipo y el significado mío es el campeonato <laughs> その日その日で、えー、こうやることは変わっていきますし、まあ、自分、総まあすべ、まあ、て,てに対してこういいパフォーマンスを披露したいというのはあるんですけども、まあ、自分の中でその一番こう強い気持ちがあるのは、やっぱこう優勝したいとか、まあ、チャンピオンになりたいというところがメジャーではショート以外8、8つのポジションを守ったという、本当にびっくりするぐらいのユーティリティ性だと思うんですが、このポジションで勝負してみたいというのは具体的にあるんでしょうか。

それとあの来日時のコメントでトルトゥーがカメという愛称というふうにご本人おっしゃってたんですけどもこれについてちょっと詳しく聞いてもよろしいですかしょ、no, まあ特にえまあ皆さんが好きなように読んでもらったらいいと思うんですけどもまあトルトゥーガっていうことをまあ皆さん知ってもらっているのでまあ言ってもらえたらこう自分がこう受,け受け入れてもらえているんだなということはトルトゥーガというふうにファンの皆さんは読めばいいという感じでしょうか。はいいいお願いしまますすあありがととうございますそれとあの ツインズ時代の同僚でもある前田健太投手とも仲がいいというふうにも、えー、伺ったんですけれども、何かこの日本に挑戦するにあたって会話などはされたんでしょうかまあ来日する前に、まあ、インスタグラムの方でちょっとこう話はしたんですけど、まあ、すごく仲のいい友人という、はい、感じです何かアドバイスみたいなのは まあちょっと一緒にいた時はねそこまで話しいけなかったんですけどまあ、自分の聞いた話ではまあ日本の野球はすごくいいよという話は聞きましたありがとうございますそれとまたアボサナ選手にお聞きしたいんですけれどもあの とてもラーメンがお好きというふうに伺ったんですが、福岡には美味しいラーメンもたくさんあるんですが、もう召し上がったりはされましたか？<laughs> はい、本当にラーメンは大好きですし、えー、まあ昨日たまたまと機会があったので、まああのラーメンを食べました。まあでも日本の食事全部好きなので、まあ、これからもいろいろちょっと試していきたいなと思ってます。 しかかったですこちらのラーメンは。ちなみにアストディー選手はラーメンはまだ召し上がってないですかない本当に福岡にはおいしいものがたくさんあるとは思うんですけれどもこちらにいらっしゃって何かこれを食べておいしかったっていうのは何かありますか まあまずはちょっといろいろ食べてみないといけないかなっていうはいところですね。でもまあ美味しいものがあるんだろうなと思ってます。ありがとうございます。まあ本当に多くのファンが優勝に向けて期待しているとは思うんですが、最後にそれぞれお二人からファンへ向けて一言メッセージをお願いしてもよろしいでしょうか。 No mira, lo que le puedo decir que nos apoyen, nos apoyen al 100%, que este año le vamos a dar el título de campeón este año aquí y mira, vamos a trabajar en equipo y juntos. De mi parte agradecerles el apoyo, la verdad es que me han mandado bastante mensajes えー、本当に応援してもらっていることには感謝しますし、まあ、地元のところにもまあいろんな方からまあメッセージというのも届きましたし、えー、皆さんに本当に今年、えー、優勝するということは約束したいと思います。